何者だあんた。ちょっと超気持ちいいですか。あれはこれ言ったんじゃね。アイジャ計測完了49。やったー。いやバスだとしたらやばい。いける？おい久しぶりの50アップ。よっしゃ。さあメグタスの滝やってまいりました。行ってみよう。眠い。しばらく誰も打ってなさそうなんだけどね。こういう釣れないときは逆にサイズを大きくしてみましょう。ね。どっちか。ちょっとねブルフラットビビったサイズずっと投げてたからね。巨大化させる。しかも今回はなんと。ラバージグでくるぶそうです。やったやばい。三島やばい。おっしゃ来たぞ、でけえぞ。うぅふぅ引き上げた。よっしゃ来たはい、グラビアスにレジスタ 70H ね、お得意の組み合わせで、で、あのデプスのコンツアージグ、キムケンさんのコンツアージグにブルフラットの 4.8 を、つけたらコココココン。おー、いいなー。じゃあ、ね、私もブルフラットで釣りたい。行きましょう。今日ノリに乗ってくからね。うん、でちょっとささっとサイズだけ。はい、44センチ、ね、45は行ってなかった。45行ってない。はい、44センチブルフラットでいただきました。じゃあ、逃がしてあげます。調子いいっすね今日。改めてタックルはコンツアージグの 10g ね、8分の3オンスで、ジニアスプロジェクトのグラビアスで、ファンタジスタのレジスター 70H、 これにワームはねブルフラットの48をつけてスイミングさせておりました。じゃあ引き続き狙っていきます。この筋で44、50じゃ49釣れてんだから、ちょっとクジラ島もうやるわ。まあ、
うん、今のジグのあたりも半端じゃなかった。そりゃそうでしょ。だってなんか竿の曲がり違ったもん。竿の曲がり半端ないと思って見てたもん。これ見つったら一生フープで、あの時あんたちゃんとやんねえからみたいな話に。いやいやいや、まあ、それは釣り子をやりやがったみたいな話が俺のいないところで夜な夜な繰り広げられることになってしまう。ほら来た。ほら来てるよ。ジグストー、ういしょー。ベンちゃん。はい、ジグストハマってます。グラビアスの左巻きにレジスタ、ファンタジスタレジスタの 70H でドカーンと。いいとこにね。でかい。このジグがね、いいとこかかるんですよ。いいな。じゃあちょっとサクッとまた重さだけ。はい、ちょっと重さだけ。重さ？長さ？41アップってことで。はい。はい、ありがたい。すごい40アップ釣りすぎ今日。ちょっとねジグストを掴めてきました。じゃあ逃がします。はい。じゃあヌグザツさんにこの本つれつれ8分の3オンス譲ります。やった。ちょっと練習ねやってみよう。うん、ちょっと釣る自信はないけど練習だけしたい。でちょっとこれ外すよ、はい、まああるし。ですね、で 3.5g を1回で、さっきもちらっと言ったんですけど、まあ、まっすぐ刺して抜いて反るようだったらちょっと破る、破ってこうこの反るようにする。でしっかりと一番自信のある結び方で結びやして、あ、すっげー、でも来てんな、今全然あんななんでもないところで速攻食ってきたからな。食ってきたの。うん、今のは完全に投げてスイミング中にガガガガガって。それガガガガってなったら鬼合わせ、もうあの親の敵みたいに合わせる。このテキサスと違ってこのガードを越えて針かけなきゃいけないから、うん、想像より強く合わせて。大丈夫かな。でちょっと貸してもらっていい。で岸際に投げて、何があっても何もなくてもいいんだけど、岸に投げて、で最初の沈みはそれでコンコンコンって来ないか待って、それで来ないようだったらこう自分の一定のこういうリズムでパンパンパンってやりながらこうこうやってるとゴッゴッゴッって入るから、そしたらもうバットからこうウェイって合わせる。はい、じゃあメグ姉さんに今釣れてる8分の3を融資したんで、俺は2分の1にします。はい、重さが違うんだ。こっちの方が重いんだよね。俺ね8分の3でしか釣ったことないんで両方持ってるんだけど。そうなんだ。それでも釣れるかもしれないよ。頑張ります。亀山で釣ってんのも全部そっちのサイズだな。で、あの岬とかに例えばもう投げて、あのね、だからジグストのいいところは、いや、中層を狙ってるから、なんつうの、別に岬についてるバスを追わして食ってるとかじゃなくて、あの中層にポカーンと浮いてるなんか謎のやる気ない人たちを釣る技、何かあったら食ってやろうかななんてうろうろしてるやつをその気にさせる技みたいなんで。いや、あのね、もうなんつーのな、むずいでしょ、わけわかんないでしょ。
でもわけわかんないうちに急にファイトが始まるから。でもわけわかんない急走はよくやってるから、それを重いのでやっちゃってるっていうイメージでやってくれれば、うん、結構沈める。ほんとね。でもそっちは浅かったんだよね。沈める、いや、まずは基本は岸際で食わしたいんだよ、うん、で岸際で、あ、ダメだ、いなかったな、食わなかったなって、後に普通こう回収するんじゃん。この回収の時を全部食わせのタイミングに変えて、その周りに浮いてるのを呼び込むっていう釣り方なんで、俺もね、自分で喋ってて何言ってるのかよく分かってないんだ。これは、まずこの岬でこう食わしたいからこう岬に投げんじゃん、で沈めんじゃん、あ、食わねえなってなって、じゃあ回収ってなるところをこうリズムよくこう泳がして回収するみたいな感じで釣れてる。あー、でも一つちょっとこれ俺ね、ブルフラトレーラーではねダメだったんだよ。あのノリズのなんかFG ダディとかビロンビロンしたやつでねしか釣ったことなくて、ブルフラーのジグスト覚えたいなと思って、今日やっとだな。タイミングでは一応こうやってなんとなく見よう見まねでやってたんだけど、いまいち当たりを取ったことがないからさ、釣れんのこれって感じで半信半疑でやってたから、ここも誰もあんまり来てないからチャンスかもしれない。おら、食った。あー、バレた。なんかね、糸がフンフンフフンとかなったらとりあえず合わせてみるみたいな。魚だから大体今のところ、うん、なんか一定の自分の中の決めたリズムあんじゃん。それから挙動が中層なのに変になったらもう鬼合わせスタンバイで、もうラインが走ってるの見えたぐらいだったらもう渾身のフッキング入れてもらって、もう自分の好きな釣りスターの一番きつい合わせでお願いします。山下健次郎でいきますか。わかりました、じゃあそれでいきましょう。うん、そう、普段だと回収して気づかないようなそういう中層のなんかにもうアピールしつつ回収し続けられてる。やっぱトラブルな、それな。俺はどっちでも大丈夫な方だけど、でもやっぱりマグネットが向いてる人と遠心が向いてる人って多少分かれっからね。なんか癖なのか、いろんな、もしかしたらこの前のグラビアススーって投げれてる姿見るとめぐたつさんはまあ練習なしとか全てで考えるとマグネットブレーキ向きの体をしてるのかもしれない。うん、鉄でできてるんでしょ、心臓とか。鉄の心臓でマグネットブレーキの方が効くよ。ほら、来た。よし、ほらね、ジグストすごいよ。おい、はい、ジグスト3匹目2分の1音声してね、メグタスさんに今8分の3をすかしてるんで、2分の1ヘッドに4パチのボディで投げてみております。まあ、30後半ぐらいの1匹、ありがてえ。